なんすか。え、なんかさ、大阪の南のさ、うん、街中をこう撮影してる動画がよく上がってる最近、うん、50万再生とか言っとって。マジで誰がなんか何喋ってるわけでもないね。今ちょっとあのこうそういうもんちょっと抜けた、今堺筋抜けたとこなんですけど、これ大阪の街並みをこうやってやるだけで結構なんかいいんちゃうかなって、ちょっと適当に動画回してんけど、一通の道逆走してみたみたいなんで、タイトルでそれで釣れちゃいけるかもしれんな。分からんやろ、正直人めっちゃおるもんな。そうやで。ちょっと待って、後ろやばい。どうしたん。近い。近い。怖いな、やっぱりこれ大阪から悪いな。大阪から悪いな。いかつ、何笑いがちょ、もう大阪やっぱり近いよ。こっから怒られるかな。やめとけ。大阪とかってやっぱりあの、タクシーの運転めっちゃ近いじゃん。めっちゃ近いよ、もう信号無視できへんもんな、これえぐい。もう俺ぶつかってんじゃんこれ、うん、うんちゃんとかもタクシーの運転手とかも、うん、あれ荒いね。あ、そうなん、うん、割り込みとか入れてくれへんし、うん、待って、これもう、この人もえ、行ってって言ってる。近いな、こっちの後ろのやつ、マジでパッシングされたんちゃう今。ちょっとどっか曲が、曲がろうや、もう左入るとことかあったら、どこで曲がる。まあパッシングしてきたる。せやん、マジで。なんで遅くなかったんだ別に、うん、これ左行ける。左じゃ左行こう。うわ、ついてくるパターンかよ。もうさっき追い抜け、追い、何旗叩く、旗叩いとこう。だるい。うわ、これこいつやんな。見もせえへんのかよ。降りてきたやん。なんすか。え、なんでお前らトロ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 。じゃあ人いっぱいいたんで、人いっぱいいたんで、はい、はい、いけるやん。何、人いっぱいいたで危ないんで。え、はい、人いっぱいいたから危ない。はい、青ちゃんもトロトロいたってん。ちょ、こいつなんなん。また煽り運転、お前のせいで。また煽り運転やん。じゃあもう出そうや、車出したいやん、パンって。前見て、もう止められん。ちょ、僕ら悪いことしてないんで。いや、もうトロ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 しとって。はい、うん、はい、すいません。え、すいません。え、いや、すいません、ちゃうねん、乗ってこい。いや、もう怖いんで。いや、怖い。ちょ、くっつきしちゃう、こうして。お前とおんねん。ちょ、また開けてもらっていい。すいません、ちょっと今カメラ回させてもらってるんですけど、うん、ちょ、警察出しますよ、これ。あ、いいや、いいですか。行くわ。こっち何も悪いことしてないじゃないですか。はい、え、こっち車で受けてもらっていいですか、ほんま頼むから。ええ、じゃあもう、僕ら悪いんで、ちょっとどっか行ってください。待って。いや、ちょ、もうほんま。えぐい、怖い。鍵閉めときやるって。お前さ、俺ら悪ないやんな、これ。開けて、俺怒るわ。うん、なんじゃ、俺ら。危ないな、お前。何や、これ。お前、叩くな、人の車、これ。え、人の車叩いてちゃうぞ、これ。出るかいや。怖いやろ、そんなもん。なんで出なあかんねん。出てはんや、お前が行けや。お前が行けや。お前の方が喧嘩つやろ。もうええって。行け、こうやって強いやつが行け。やめてください。俺もこの間アンチ湧いてるし、もう嫌やねん俺。もういい、もういいからもう。ええって。俺で話しよう。なんでこんな煽られんの。お前が運転トロトロしてるから問題やな。何しつこい、しつこい、邪魔や、行け。窓開けて言うや。こいつほんまボコボコすんだよ。窓開けてや、窓開けてや。わかる、もう喧嘩しろ。窓開けて、全部開けていいよ。あ、怖いか。ああ、ええ。じゃあ、じゃあ別に怒る必要か、怒るほどのことちゃうやん、別に。ガチャガチャされてるだけやし。わかった、じゃあその納得できてないんやったら、うん、フリースタイルバトルで勝負や。いいっすか。早ビートくれや。何やねん、ビートくれって。ビートが待ってんねん。お前近隣の方で目やから、ちょっと声下げろ、今だけ。ちょっとビート待ってんねん。何やねん、その言い方。ビート待ってんねん。ラップビートって調べる。ビートから迎えに来てるわ。は、今ビートが俺を迎えに来てる。ビートが迎えに来てんのか。迎えに来てん、ほら見てみ。じゃあそれやったとしても、それ大きい声で、近隣の方は迷惑やから。近隣の方に迷惑やから、もう小声で言え、せめて。ビートが背中を。なんで、もっと小声で言え。ビートが背中を叩いてる。めちゃくちゃ細い声で言ってくれやん。言ったれ。お前が先行で行けや。お、高校かい。お前高校かい、ペン。お前高校かい、ここどこだい。俺のハートはここかい。え、なんだかな、あとかい。金輪際、お前とは関わらないこと、もう決めたのかい。へ、アンサーちょうだい。え、金輪際？
金輪際？金輪際？何それ、お前のハートをもっとくれよ、お前のビートじゃ全然響かない、響かない、来いよ、お前ラッパーみたいな格好してるだろよ、うん、行こう、全然おもろないやんこいつ俺が滑ったみたいになってるやんな、お前のラップも変やで、もう一回ちゃんとやれやん、ちょっと開けろ、あのさ、こういうのってさ、どっちかちゃんとしてたらいいやん、開けろって、開けろって、おいフリースタイル来たんこっちやん、おい分かったって、あのさ、フリースタイルこう手加減しちゃったけど、お前なかなかできるからこいつ本気出すらしいわ、オーケー、うん、ちょうだいよ、はい、なんやそのニットキャップ、ニット稼いでも俺にはもう納豆が、水戸納豆が食べたいなって、そのお金で来いよ、いっせーので、なんだそのラップ、もうラップをポーンとした感じだ、その襟足が気に食わねえ、だからあのお前は逃げ足が速そうで、あの薬やってそうやし、逃げ足も速そうだし、リスクなんて関係なくこう煽り運転してるみたいね、はい、俺の襟足、俺が食いたいのはエビカニニックスで、エビカニニックスで、エビカニニックス、襟足をどうこう言う前にその太眉毛かっこいいじゃん、つなげてリョウツにしてやろうか、リョウミュウツーみたいな強さの俺がお前をリョウツなんかぶちのめしてやるよ、ミュウツーとリョウツお前とるの共通点は共通なんだろうなって今考えてんだよ、ちょこっち見ろよ、目合わせてねえじゃねえかよお前、お前と俺の共通点、そんなのは通天閣に置いてきたよ、お前、そもそも俺ラップを分かんねえからお前が教えろよ、俺にそのラップのイロハを俺にお前流で教えてくれ、ラップのイロハ、ラップのイロハなんか言ってるその口をサランラップのガキ、ラップのイロハサランラップ、ちょもうブチギレたるわ、もうちょっともうお前が情けなすぎる、ちょっともう無理やったわラップは、うん、負けろ、なんじゃおらお前、どっちなすろよおら、消えろやこらカス、いつまでドア叩いてんねんこら、お前調子乗ってお前、こっちがな、お前つけ、お前つけ上がってるから調子乗らしたろお前、それじゃないやお前そのラップ、何が通天閣ミュウツーアホんじゃろボケやカスこらアホが、通天閣言うたら俺の話やんけこれアホか、なお前の通天言うて言うとったけど取ってくんねえかす、何が悪いんだお前が先してきたんじゃんけこれ、何やそのヒゲの生やし方、何やそのヒゲの生やし方、独特すぎてビビって戻るんけ完全に、何やねん、何やそれ、邪魔やねん、こんなとこで煽るんてされて邪魔やろ、どう考えても考えろやボケが、カスがどこ止めてねんこれ車、あんたらマジや、風呂なしのなんか家住んでそうな顔しやがってこれら、ヒゲ早、青ヒゲ生やすなこれら、あんたら風呂なしの家住んでるくせにヒゲちょっと伸ばそうとすんな、気色の悪い、あんたら黙れ、変なグレーのバカ着んなバカだれが、カス気色の悪い、あんたらナイキお前のせいでナイキ、は白でもない黒でもない俺たちはグレー、いつまでラップしてねんこれら、あんたらビート流れてへんのにビート心の中で刻むやろ、お前目クリクリすぎやろお前、赤ちゃんの時可愛かったやろな、外かし気色の悪い、赤ちゃんの時までじゃん、今ここに赤ちゃんの写真出てる、何やそれ、何やねん、カメラ撮られてるからって YouTube 上がること見越して喋ってくんな、マジやかす、ブス、お前ブスやんけな、どう考えてもお前に言うとんねん、マジや気色のある、ハムハムすんなよお前、顎ハムハムさせんなよ、聞きやなあ、お前だ、お前顎ハムハムさせんなよ、もういいわ、お前顎以外が動いてんのかな思ったわ、もういいわ、顎が動いてんのかな思ってた、顎以外が動いてるからどっちか分からへんねん、ことかカス早いけや、あとさ、うん、俺お前にすげえあれあるけどさ、お前ラップなんかさせんなよこんな変なやつと変なやつと、俺がラップできひんようなやつに思われたらどないすんねん、今フリースタイルバトル入ってるやろ、じゃあフリースタイルができひんようなやつやなって思われたらどないすんねん、普段やったら俺フリースタイルバチバチに決めれるのお前知ってるから俺に振ってくれたかもしれんけど、いきなりは俺んですって変なやつに絡まれたら、うん、それはビビって何も出てこんへんよ、あいつの方ができたみたいになってるやんけ、やっと行きよったな、怖っ、警察呼んでよかったな、一日、うん、なんか撃退方法をさ、なんかやり、うん、ほんまなんかやりたいけど、なんか、うん、俺らも、あ、俺運転され慣れすぎてさ、うん、なんかよう分からんくなってきたな、せやな、見てます見てます、びっくりした、じゃあ、さっきめっちゃやっぱやつに絡まれて、はい、え、どんなやつですか、あの、めっちゃここヒゲ生えて、顎長めで、まつげも長いですよね、まつげめっちゃ長くて、ちょっとスタイリッシュな、なんか細身の、多分それ、ヤハシや、え、絶対ハシちゃん、有名なんすか、
この辺やったら結構全然普通に運転しててんな。全然普通に運転してたら急になんか煽られてうわー来てギャー言ってきて、ほんでフリースタイルバトルしてましたよそいつ。は手やはし、そうや、そうやはしっすわ。あ、有名な人がいるんすか。なんかこの辺やったらそうや。あ、結構迷惑かけてるんすね。あ、マジっすか。すみません、気をつけて帰ります。無視しとった方がいいっす、ね、あ、わかりました。ありがとうございます。すみません。すみません。いや、有名なんや。有名らしいじゃん。やはし怖いな。やはしやはしやはしやばしやはしやばし、ほらな、俺フリースタイルいけるやん。やはしやばし、もうこれからまた煽りの時が来た時また対策しよう。ちゃんと久しぶりになったからちょっと何もできへんかったわ。せやろ、うん、ちょっと、ま、俺もな、煽り運転のようにいろいろやっぱ言葉のな、うん、言葉攻めしたら結構対策できるから。せや、言葉攻めもっとしていかなあかんの。せや、頑張ろう。ああ、お前が見えているそうせない世界